はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、こちらをちょっとね紹介していきたいと思うんですけども、今回はですね、これクラウドファンディングで大成功してね、一般販売となります、こちら MoveX っていうですね、電動アシスト自転車ですね、こちらをレビューしていきたいと思います。もうちょっとね、しばらく乗ってみた後なんですけども、めちゃめちゃすごいっていうのがね感じられてます。特に今回の MoveX っていうね、電動アシスト自転車は何がすごいのかっていうと、やっぱりこのサイズ感とですね、タイヤですね、ここが特にすごいです。サイズはですね結構大きめです。で、タイヤはめちゃめちゃ太いです。要は極太のファットタイヤっていうね、かなり太いタイヤを使っているので、あの走り心地がですねものすごく快適なんですよ。こちらを今日はですね、実際乗ってみてどういう自転車なのかっていうところですね、紹介してみたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで今回の MoveX ですね、まず外観はこちらになっております。どうでしょうかね、かなりスタイリッシュな外観になっているかと思います。結構大きめなんですけども、2ステップで簡単にですね折りたたむことができます。なので折りたたみ自転車なんですよ。車に乗せてね持ち運びたいなんていう時はこの折りたたんで使うことができます。そしてですね、アシスト走行、こちら最大80キロですね、1回の充電で乗ることができるということで、その辺もですね特徴です。結構長距離ですね、通勤とか通学とか、そういった時でも使えるのかなと思います。通勤で使う場合は週に1回ぐらい充電すれば十分ということみたいですね。はい、そして特徴的なのがですね、こちらのですね極太のファットタイヤですね。本当にかなり太いので、こう触っていってもですねやっぱり頑丈さもありますし、厚みもあるので、かなり安心してね乗ることができます。このあたりのフィーリングは後ほどね紹介したいと思います。でモーターに関してはですね、350ワットの強力なモーターがね搭載されてますので、すごい軽い力でもね軽快な走りができるということで、坂道も楽々なんですよ。はい、でこちらにですね、シマノ製の7段階のギアがついてます。こちらでギアチェンジをね快適にしていくことができるということですね。こっちでギアチェンジがマイナス方向に行きます。でこっちにボタンがあるんですけども、ここを押すことでプラス方向に行くっていうところですね。こういった形でギアチェンジをしていきます。でブレーキですね、ディスクブレーキが搭載されているということで、この辺もね安心して走行できるというところです。でこちらのグリップはですね、これ人間工学に基づいたグリップということで、握り心地とかもね非常にこれ安定してます。しっかりフィットして握れるので、この辺もね使いやすくなっております。はい、で左側のハンドルのここにですねボタンが2つついてます。これはマイナスとプラスがあるんですけども、これは要はですね電動アシストのパワーですね、マイナスにしていくと下がる、プラスにしていくと上がるっていうところです。で最大で、5段階までねパワーを上げていくことができます。でこんな感じでですね、速度と、パワーと、走った、何キロ走ったかっていうところですね、そこが表示されます。今日はすでに 3.1 キロ走ってます。で上にこれバッテリーのねメーターがこんな感じで出ますっていうところですね。パワーを上げていくと 1,2,3,4,5 ここまで上げていくことができます。はい、でサドルはこんな感じですね。これサドルの乗り心地もねすっごい柔らかいんですよ。なんというかこのふかふかのサドルっていう感じで、乗っていてもですねやっぱりお尻がね痛くなったりしないので、非常にねこの辺も快適です。でこの辺もねすごい武骨なデザインになってるんですけども、前の前輪のタイヤのですね上にですねこの銀色のね、これ何なのかな、これサスペンション的なものなのかな、これで衝撃とかが多分吸収されてるのかな、ちょっとその辺よくわかんないですけども、非常にこれによってですねこの走りがすっごい滑らかですね。で折りたたみをするときはこちらですね、レバーがあるので、これを引っ張って折りたたみをしていくっていう流れになります。はい、ということでですねざっとね紹介してみたんですけども、これからこちらを乗りながらですね、乗り味の方もね紹介してみたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでですね、これから、こちらですねMoveX、こちらを使ってですねちょっとサイクリング、していきたいと思います。いやーこれね本当に初めてなんですよ、このファットバイクっていうね極太のタイヤの、電動自転車をね乗るのは初めてなんですけども、本当に快適ですね。びっくりしました。やっぱり今までですね普通のサイズの自転車しかね乗ったことなかったんですけども、もうなんというか乗り心地がですねもう自転車ではないですね、本当バイクみたいっていう感じです。だから結構最近ねこのファットバイクをね乗ってる方もですね見かけるようになってきたんですけども、なんかその理由がねなんとなく分かったなと感じました。圧倒的な安定性がねあります。そこがやっぱり魅力なのかなと思います。でもちろん電動のパワーなんですけども、こちらですね5段階あります。で
左側のですねボタンを使って、パワーを切り替えていくという使い方ですね。まあ通常の普通の道だったらね2とか3とかでも十分かなと思うんですけども、やっぱりパワーが必要な、坂道とかね走る時なんかは、ちょっと調整してあげてね、まあ、4とか5に、して走った方がいいのかなっていうところですね。はい、ということで結構今ね坂道ですね、坂道なんかもね走る時はやっぱりねこの電動アシストがですね非常に軽快に効いておりまして、全くね疲れることなくね結構急な坂なんですけども登ることができております。なのでやっぱりね結構身近なところにねこう坂道が多い人は、それこそこういった、電動アシスト自転車がねあると本当にね快適になると思います。でギアチェンジもですね右側でね行うんですけども非常に軽快にですねギアチェンジができまして、まあ、この坂道とかでねギアチェンジを突然したくなった時もね問題なく快適に行うことができます。で結構デコボコの道とかがねあった時ですよね。やっぱり普通の自転車だと、特にこの、アスファルトがねデコボコしているところとか、まあ、それこそ砂利道とかねそういったところをもし走ろうもんなら結構ねガタガタしちゃうと思うんですけども、まあ、これはそういった衝撃の吸収とか、そういったところもですね、タイヤの太さによってねかなりカバーされてますので、走り心地とかねそういったところはもう本当に最高レベルだと思います。で、まあ、この道って結構ですね走ってると結構ね普通の自転車とか、まあ、そこそこの電動自転車でもね結構きついんですよこの坂がね。だけど今ムーブ X を乗ってみて、まあ、かなり坂道を忘れるっていうかねこの道が坂道であることを本当に忘れてしまうぐらいのですね軽快な走りでねちょっとその辺は驚きました。心拍もねそこまで上がってないですね今のところ、でここまで来てて心拍が上がってないってことはまあもう普通の道だと楽勝でね走ることができるということですね。いやめちゃめちゃ軽快だわということで、走りのインプレッションとしてはこんな感じですね。いやこの安定感はねこの走ってる時の安心感が違いますね。今ちょっと逆にね下り坂になってるんですけども下り坂とかもやっぱりこの安定してると走ってる時のね安心感につながりますよね。結構やっぱり細いねタイヤの場合は自転車のねレーンというかねこの端っこの方を走ってるとねどうしてもちょっとマンホールとかですねいろいろ引っかかりやすいものがあるのでそういったところの走り心地というかね不安定なところもね細い、タイヤの自転車だとちょっと気になるところなんですけどももう全然余裕です。水道のところとかねマンホールとかね、そういったものがあっても、特に気にすることなくね走ることができますね。で、今ねメーターの方見てるんですけど何キロ走ったのか出てますね。今 2.2 キロ走っておりまして、であとスピードが出てます。で15キロぐらい今出てますよっていう、スピードと何キロ走ったかっていうのが、出ています。であとは、ね、ギアですね。ギアというかモーターのパワーですね今5に入ってますっていうところです。いやこれは快適だわ。これはすごい。確かにこれはね自転車でどっか行くときにこのぐらいのパワーがあるとねすごいですね。でタイヤの、ロードノイズというかね本当に車が走ってる時のタイヤがねアスファルトと接するようなね音がね聞こえてきますね。これもあんまり今までね感じたことがなかったところですね。すごいスーっていうねこのタイヤが擦れてる音がね聞こえてきます。面白いな。いやなんかねバイカーにでもなった気分ですねバイク乗ってる感覚ってこういう感じなのかなっていうのをねちょっと感じてしまうような乗り味です。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。実際こちら乗ってみてですね、乗り味の方も確かめてみたんですけども、まあ、やっぱりこのねタイヤの太さがすごく安定感につながってるなっていうのがすごく感じられました。で気になるところとしてはまずねこちら最初に届くときに箱に詰められて届くんですよね。なのでその後自分で組み立てていく必要があります。でその組み立てがですね一応ちょっとね、組み立ての解説の動画とかがあるのでそれを見ながらねやってみたんですけども、ちょっと不器用だと結構ですね時間かかりました。今うち自分でやってみてねかかったのが、1時間半ぐらいはねかかったと思います。なので結構その辺組み立てが最初ね意外と、個人的にはちょっと大変だなと思いました。なので最初ね組み立てるときにちょっとね苦労するっていうところですね。そこはちょっとあります。であと気になる点としてはサイズはどうしても結構ね大きいんですよ。この縮尺で伝わるか分かんないですけど もう自分のこの、ね、目で見て結構大きい、自転車だなっていうのを感じるぐらい、大きいんですよ。なので、まあ、小柄な方はですねちょっとこれ乗るの厳しいかもしれません。自分165センチなんですけども、165センチの男性でもちょっと大きいと感じるぐらいですね。逆にまあ170センチ以上の、ね、方とかが乗るんだったら全く問題ないと思います。一応こちら公式では確か160センチぐらいまでの方みたいなので、まあ、身長の制限は、ね、ある程度あります。ただまあ実際乗ってみてやっぱりこの乗り味はですねファットタイヤっていうところもあってめちゃくちゃ快適でした。自転車の乗り味っていうよりはもう本当にまあバイクとかね安定した乗り物に乗ってるっていう、ね、感覚になりますのでその辺の感覚がねめちゃくちゃ新鮮でした。はい、まあ、かなりねロマンのあるね自転車になってますので、まあ、これからね通勤通学とかをね快適にしていきたいという方はねこちらチェックしてみてください。ということで今日こんな感じで以上になります。この動画良かったら高評価それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。